鈴木福の耳より広島。広島市民の皆さんに暮らしに役立つ耳寄りな情報をお届けしている鈴木福の耳寄り広島、キャスターの鈴木福です。今回の耳寄りな情報はこちらです。これまで公務員なんて考えたことなかった方、試験勉強が大変だと思っていた方、そんな方に知ってもらいたい情報があります。それが今年度から変わる広島市の採用試験です。どう変わるのか、枝貝しおりさんがレポートしてくれます。こちら広島市役所です。市民の皆さんに様々な行政サービスを提供しているんですが、その広島市の職員採用試験が変わるんだそうです。千葉さん、この度採用試験が変わるということなんですが、具体的に教えてください。はい、より多くの方に受験していただけるように、職務経験者と就職氷河期世代を対象とした試験で SPI3 を導入します。何が違うんでしょうか？例えばこれまでの法律や政治、経済なども出題分野とする教養試験とは違い、一般的な公務員試験対策が不要になります。広島市の一部の職員採用試験で導入される適性検査 SPI3 は、能力検査と性格検査の2つで構成されています。試験会場を全国主要都市にあるテストセンターから選択可能。試験日を指定された期間の中から選べるようになって、より受験しやすくなります。お仕事のやりがいというのも大事だと思うんですが、その点はいかがですか？政令指定都市の広島市は仕事の範囲が幅広く、私自身もこれまでにライフラインにかかる施設関係の事務や福祉関係などの様々な仕事に携わってきましたが、どの仕事においても少なからず市民のお役に立てていると実感できる場面があり、それがやりがいにつながっていると感じています。職務経験者と就職氷河期世代対象の採用試験の申し込み受付は7月31日から8月14日までです。また令和6年度から別の試験でも SPI3 を導入予定です。詳しい情報を知りたい方は広島市のホームページ、またはこの QR コードを読み込んで広島市職員採用情報サイトへアクセスしてください。以上、変わる広島市職員採用試験について広島市役所からお伝えしました。広島市は8月6日を平和記念日として休日にしています。ご利用いただけない施設や通常と開館時間が異なる施設もありますので、市や各施設のホームページをご確認ください。僕も広島市役所に行ったことがありますが、職員の皆さんが本当に熱心で誇りを持ってお仕事をされているのが印象的でした。世界に知られる街、そして僕も大好きな広島市で新しい街づくりに取り組んでみませんか？ご応募お待ちしています。ザ・広島ブランド認定特産品の中からご覧の商品を抽選で1名の方にプレゼントします。番組ホームページから応募してくださいね。ここをカメラで撮影するとおみくじが引けますよ。何が出ましたか？それでは良き1週間をお過ごしください。また来週。